どうも、クジラです。本日も最後まで動画を見ていただきまして誠にありがとうございます。いや、今日も美味しく自分の中では食べられたかなと思いますね。で、今日はですね、まあライスバーガーとチキンナゲットとフライドチキンとイカリングですね。イカリングはね、ちょっと揚げ方を失敗しまして、もうちょっとね、こんがり揚げるはずだったんですけど、なかなかちょっとうまく揚がらなくて、あ、しょうがないなと思って、ちょっとあんまり見た目が良くなかったと思うんですけども、でも中の芯まではしっかり揚がってたので熱は通ってますし、美味しかったんですけど、ちょっとね、見た目がね、まあ料理はね、まあ、下手かうまいかって下手だと思うんですよね。まあでも少しずつ覚えてやってるので、まあそれはちょっと多めに見ていただきたいなと思いますね。まあもともと揚げ物自分すごく好きなんですよ。いやー、でも幸せですよね、揚げ物食べるとね。美味しかったな今日も。ぜひ皆さんも揚げ物をね、食べてもらえたらなと思うんですね。まあライスバーガーはなんか今マックがライスバーガーって言わないんですかね、なんかご飯のハンバーガー出してるじゃないですか、期間限定で。そういうのもあって食べようと思ったんですけど、あのですね、5時からなんですね、販売が見たら。でも大体自分5時から6時の間に揚げたいんですよ、動画を。そうすると間に合わないんですよね。うん、あ、ちょっと難しいなっていうのと、正直ですね、自分取りだめしてないんですよ。朝来て料理して、まあ料理しない時もあるんですけど、買ってきたものをバンってやる時もあるんですけど、用意をして撮ってるので、あと編集をしてってなると、まあ大体ね、5時から6時の間ぐらい出せるかなっていう形なんですね。まあ本当はお時間をね、決めた方がいいんかもしれないんですけども、どうしてもその、なんていうんですかね、出せない時っていうのもあるので、その時間に。そうなっちゃうと嘘になっちゃうと思いますので、なかなかちょっと時間が言えないんですけども、まあ、大体5時から6時の間で出そうかなとは思ってます。うん、ただ出せなかったら本当にごめんなさい。なので皆様、また見てくださいね。お願いします。じゃあ、ごちそうさまでした。ぜひまた見てください。お願いします。それじゃあ、また明日会いましょう。じゃあね。